爪痕残そう絶対、マジで爪痕、うん、そうするしかなかったよ、あの時正当じゃなかったからね。愛しい人涙落ちて目の前が暗くなる。どんな漫才だよ。どうまんまいや、キャリアイとかしてるよ、はい、結構足だ遮るように臭いからな。お前思い切ってやれ、関係ねえからやっちゃおうかやないけ。今までのルールぶっ壊していこうか。いろいろあって、今からちょっと本社来れますかってバンバン連れてくるから、はい、今回違うとこに行くっつって別れた、はい、でそのまま朝スッキリだったわけよね。もう訳わかんなくなって、あのまま本番行って、なんだこれってあ、申し訳ないっす。もうこういうことがもう正直俺無理だと思ってたから、うん、追い山本の夜8時そうお台場市民球場へ来い。ちょっと最後昔から来ました10年ぶりだな、カメラの前で喋るの。俺は結構都合よくできているんだ。どんな悲しみ。山本さんが帰る場所がなくなるから10年間必死で頑張った。必死で。なんか俺おかしいかなって、こんだけこの思いを貫き通すのはなんか違うのかなって。当たり前じゃねえからな、当たり前じゃねえからな、この状況。いつか誰かが、いつかめっちゃイケが番組にしてくれて俺普通に踊れる、そんなことねえからな。世間から何も受け入れられてねえ人間がな、テレビなんか出れねえんだよ。お前のこと好きだ好きだって擁護することは世間でこの仕事やる中でリスクしかねえからな。それなのに出てきてくれてんだぞ。あんだけ優秀な芸人になって若い頃世話してくれた、ご飯食べさせてくれた、それだけの思いでずっとお前の味方だよ。アツシなんかそれで何人で作ったんだよ。その加害者を応援するんじゃない、被害者の気持ち考えろって言うんですけど、うん、山本さんはごめんな。常にダメだダメだって言って、いいよないいよなって、俺もう仕事一切なくなってもいいよなっていうのはどうしようもねえわ、こいつは。どうしようもねえ男ですわ。だからもう一回やってくれよ。俺僕らクポンボっていうのは意地だね、意地。また10年経ったかもしれないんですけれど、その人たちのことを忘れずに肝に銘じて生きることが、まあ、何よりのあれじゃないですか。どうした4キロ半だぞ。俺も年を変わってみたい。最後の年について説明します。おはよう。悪くないね。今こうやってお前記者会見やってんだろうが。